おはようございます。あ、ポミが来ましたけど、おはよう、もみにおはよう、おたみにもおはよう。眠いんよ。そうなのね。お父さん今日テレビ消してね、行くの忘れてずっとテレビついてんの。私もなんかうとうとしてて人の声が聞こえてうるさいなと思ってたわけですよ。そしたら忘れちゃったってお父さん言ってたけど、昨日ね、お父さんはインスタのねストーリー見てくださった方はご存知かと思うんですけれども、どのぐらいかな、3時前ぐらいに帰ってきて、でそのまんまねソファで寝ちゃうかなって思ってたんですが、ちゃんとお風呂入りましてですね、3時半過ぎにはですねベッド入って寝ておりました。で今朝はちょっと遅めで、どのぐらいだったかな、まあその朝の会議に間に合うように出てったっぽいから9時ぐらいだったと思うんだけど、に出てってうるさいなと思って出てきたらテレビついてたから、にゃんにゃんテレビついてんのよね。なんだかここがコリッとしてるけど、かしゃぶた、なんか飛んでた、朝豚かな。テレビ化粧ね。それでまたお昼寝しなさい、あなたは。じゃあ、タニコにもおはようしに行きましょう。タニコ、おはよう。お嬢、引っかかってるよ、もう。あにゃたは、もうすごい。ほら、ああ、危にゃいだんだに、お箸引っかかってた。タニコ、おはよう。テレビ消したよ、静かなった、ねんねしてなさ、あなた、あったかして、これね。そういえばサニくん、この前のイベントでお土産でいただいたチュールっぽいチキン味のやつ食べた翌日かな、すごいゲーして、あの毛玉じゃなくってフード生えてたからきっと合わなかったんだと思います。油っぽかったのかな。チュールでは一度もないから、やっぱなんか違うものが入ってたんだと思うんだけど、まあ、日本猫ですからね、日本のものがこの方は合うんでしょうね。ねねねしてなさい。今日はちゃんとね、午前中に荷物が届いたんですけど、今使ってるマウスね、前にお父さんが使ってたやつで、私がね、今まで使ってたやつが、あんまりね、MacBook に反応してくれなくて、まあ、すっごい古いっていうのもあると思うんだけど、お父さんのマウスの方も、電池がね、多分ないんだと思うんだけど、たまにすごい反応が悪い時があるのね。これあんまり反応しなくなるのは、電池なくなってきてるから、電池交換した方がいいのかなってお父さんとね、話したのね、日曜日に。そしたらですね、こそっと新しいマウスを買ってくれてまして、私の好みだけ聞いてですね、まあローズゴールドの、カバーローズゴールドにしてるからね、 USB で充電するタイプだと思うんですけど、どこだ充電、あここか、ここにありますね。で充電するやつですね、後でちょっとつなげて使ってみようと思います。このボタンは何だっけ、なんとかって言ってた気がするけど忘れちゃった。なんか Amazon で、まあ比較的安くて評価が良かったものって言ってたので、もっと安いやつもあったらしいんだけど、それは電池式で、これは充電式で、まあ電池のものは持ってるから充電式のやつにしてみたらって言って、ということで今日からこちら使ってみようと思います。ちょっと今まではこう分厚いやつ使ってたから薄いのでどうだろうと思ってるけど、でもこっちの方が私の手にはいいかもしれないですね。うん、はい、こちら使っていこうと思います。お父さんありがとう。午後のお外探索タイムです。ずっとね曇ってたんだけど、急にね太陽が出てきたので、これはいいなと思ってお外出てきたんですけど、全然違うの、この太陽の日差しの暖かさがあるだけでポカポカしてますね。日向はお空もね、昨日と様子全然違いますよね。まあまだ雲はうちの方とかあるけど、あのどんよりと分厚い雲はねもうほとんどないですもんね。なんか久々にこの青い空を見ました。ねえもみにゃん、あったかいね、いいね、思うはこうじゃないとね、ダメでもね、なんだろうね、私の受け取り方なのかもしれないけど、太陽が出てるとなんかちょっとポミもサムも嬉しそうな気がする。今日こそはビデオ撮ろうと思ってるのでね、まあでももう3時過ぎたからそろそろ始めなきゃと思っておりますので、ちゃちゃっと準備してねやっていこうと思います。ビデオを撮り終わりまして、これからですねお散歩行こうと思うんですけれども、隣のこのボールが落ちてるけど、いつもよりねめっちゃ順調と思ってビデオ撮ってて、終わってさ時計見たら、いやもういつも以上に時間かかってて、なんかそういう時ってあります？多分乗ってて時の流れが止まったんだと思うんですけど、いつもだったらね撮り終わった後ね少し座りながらおしゃべりするんですけど、もう慌てて出てきましたので、近所一周でしねお散歩してこようと思います。とりあえずボールはそこから投げ入れて返します。
お家帰ってきました。今日もずるずる歩いておりますが、兄貴もですね腹減りアピールしておりますので、さあどんどんご飯やっていきましょうね。激しいですね、お嬢。お嬢ですね、飛んでこの台に届くんです。で、なんか舐めたりするの、もう怖い。なんか置いとけないんですよね。だからもうジャンプ力がすごくて。ご飯食べる子。はぁ、お利口でしょ。こっちもいた。はぁ、お利口だにゃー。ご飯食べる子。はい、ボーミー。クーボータムタムグベイビー。よし。お手。よし、食べなさい。はい、タムちゃんもお手。おかわり。お手。お手。お手。おかりよし、食べなさい。なんなの今もう。ゆっくりよ。二人ともゆっくりよ。ゆっくり食べてね。ガニガニよ。そう、上手上手。生肉シャリシャリ言って上手でしゅ。ゆっくりね。はい、ご飯食べたにょ。美味しかったか。うん、よかったね。タムちゃん今日早かったね。一生懸命ガニガニしたの？ボロボロシャンしてるのもないしね。今日まとまってて食べやすかったのかな。タムちゃんの分にもあります。声が出てましたけど、うんとか言って。はい、おしゃれしてください。必ずポミの後ろに隠れますけどね、おしばりするとき。不思議でしゅね。いっちも前へ前へ来るんですけど。ポミちゃん今日も頑張れる？頑張る？頑張るにょ。じゃあ頑張ってください。待って、おかわり、もう一回、お手。おかわりまだよ、お手。おかわり上手、お手。おかわりもう一回、お手。おかわりできるじゃん。お手、おかわり。はい、お手。おかわりもう一回、お手。あら、よししてないわ、ママ。あれ、いい子だなって言ったら、もう、どぐも。ダメじゃん、じゃあやりましょう。お手、おかわり、お手。おかわり、もう一回して、お手。おかわり、おしわりして、おしわりは。ほーりっこー。はい、お手、おかよし、食べなさい。お腹空いてんの？そうなのか。今日、父さんいつ帰ってくるかね。昨日ほどは遅くないと思うからね。ご飯食べたらのんびり待ってましょうね。それでは私もご飯食べようと思うんですけれども、今日は昆布の混ぜご飯にしたのと、マッシュルームとね、卵でお吸い物にして、で、この前買ってきたソックアイをまた塩漬けにしたので焼きました。お弁当をね作ったのでこれ入れたんだけど、まあフライパンで焼くからこうなっちゃうんだけどね。魚焼き器で焼けばいいんだけど、ちょっと出してくるのもあれなので、セロリとマッシュルームとトマトとアボカドと小エビを入れたサラダですねに、昨日の残り物のお浸しとこの炒め物があるので、まあこれはお父さんも食べると思うんだけど、食べきりたいなと思っております。それではいただきます。お父さん帰ってきたと思うんだけど、今日はポミム様も教えてくれなかったんです。なんででしょうね。 おかえりして。今日二人とも教えてくれなかったんですけど、お父さん帰ってきたこと。ポミスティッシュお回りしますからね。彼なかなか芝入んないんだよね最近。こうやって周りを匂うの。チーして。出ないでやんちよみたいな顔してるけど、ポミちゃんチはチないの？の？だって伸びちゃってたくも。いや、まあ後でね、後で行きましょう。お父さんと今ティータイムしておりますけれども、昨日焼いたねパウンドケーキ食べてますが、あのふわふわじゃないの。見た目も食感も羊羹みたいなの。卵もすごく多く入れたし、生クリームだしで、でもね味も美味しいよね。でなんかちょっとひんやりしててね、透明性のない羊羹やね。面白くなった。で周りはさ、お粉が固まってる感じしない？だからなんていうの、2層になってるよね。なってる。混ぜすぎたのかな。まあ、意図的にこうしてんじゃないのこれ。これが正解なのか不正解なのかも分かんないけど、でもまあいいよね。これはこれでいいと思う私ね。面白いよね。食感も楽しめて、味もちょっとほろ苦だしね。でバターより軽めだね。なんかちょっと、なんだろうな、固めのテリーヌみたいな食感で、黙々と食べてますね。にゃーに、女子の後ろにいたでしょ、今。何？今さっき何て言った？何？どういうこと？これのこと。何て言った？長めのセリーヌって言った。それはセリーヌ・ディオンのことですか？失礼ですよ。なんでニヤニヤしてんの？ちょっと、長めのセリーヌ。本当にこれ食べたらお風呂ですか、お父さんは。一服してな。はい、寝ないでね。じゃあお風呂入って寝ようね。はい、昨日ちゃんと寝れたんだから、はい、ね。はい。
ハニ君いやしゅみ。今日こっちなの？ハニ君毎日ねんねするとこ違うじゃん。気分なの？ここはみんなのお気に入りだね。ハニ君もポミ君もタムちゃんもよくここでねんねしてる。トト君もここ大好きだったね。トト君はいつもここの手だね。お外見えるし。前のうちにいた時もここの手だトト君。ママよくここ座ってたから後ろに絶対乗ってた。ここ特等席なんだよね。だからぺっちゃんこめっちゃ下がってるの分かります？これ背もたれね。こっちが正しい位置。めっちゃへこってる。ほんとにもうソファーだからここから出ちゃっててさ座りにくいんですね。いいんだよね。人間が座るとこじゃないんだね。ソファーはね、ニャンとワンがねんねするとこなんだもんね。いっぱい使ってくれてありがとね。あったかくて寝心地のいいソファーなんだよね。みんながいっぱい使ってくれて気持ちよくねんねしてくれてるからママ嬉しいよ。また肉今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやじおやじみおやじみてにくくぽいおやじみくぽいおやじみ。ポミさん長くなって寝ておりますよね。おっとサムちゃんがあくびしました。あくびするとき必ず声出すんですけど、お嬢ちゃん飽きたしかも。ポミクおやじみ。ポミクベール。ポミク眠眠だね。今日お外あったかかったね。久しぶりだったね。あんなにあったかくてポカポカしてたのね。でもあの一瞬だけだったね。また太陽さんかくれんぼしちゃったね。明日も出てきてくれるかね。ポカポカさんがいいよねやっぱりね。おんもはポカポカがいい。ポミクはさって病院だってお父さんから聞いてる？聞いてにゃいな。点滴行くよ。お鼻チュンってしてもらうんだって。オッケー？あれすぐ終わるもんね。ママポミの耳が好きです。ここが好きです。あったかいのものって触らせてくれるんだよね。ここママ好きだよって言うとね見せてくれるんだよね。ありがとね。もう眠いね。早く寝かしてくれモードですね。ごめんごめん。すごい長くなってますけどね。ポミク今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやじみおやじみおやじみポミクグッポイおやじみグッポイおやじみ。お嬢一瞬起きて様子伺いに来ましたけれども、またカドッチョでまんまるしゃになってますね。タムちゃんおやすみ。タムちゃん今日お父さん帰ってきてからずっと甘えん坊してたんです。昨日帰ってくるの遅かったでしょ。で遊んでもらえなかったし、まあ今日もね帰ってくるのねそんなに早くなかったけど、いつもの時間に帰ってきてね遊んでもらって、そしたらもうねくっついちゃって離れなくって、お父さんのねお膝とかお腹の上乗ってねねんねしてました。ずっと甘えん坊さんしてましたね。みんなねもちろんサニーもトトもポミもお父さんに甘えん坊するけど、こういう甘え方をするのはね女の子だなって思う。寂しかったよってずっと言っててね、くっついてね、お父さんもこういう風に甘えてくる子は初めてだったからね可愛かったみたいで、なんか抱きしめちゃってたけど、ほんとねやることはめちゃくちゃ可愛いことしますねこの子ね。言い方あれだけどやっぱ可愛がりたくなるなっていう行動をするよね。うまいなって思う。ポミはそれをねずっとじーっと見てるけど、ポミくんももちろん甘えん坊さんだけど、そういう風に上手にできないからさ。ナムちゃん甘えん坊さん上手だね。ほんと上手すごいね。お父さんもデレデレしておりましたが、もうねんねするのそうだね。ねむねむだもんね。起こしてごめんね。なたみちゃん今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてくださいおやじみおやじみおやじみ。ため息つかれた。なむちゃんグッフェビおやじみグッフェビおやじみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時15分になります。お父さんはねちょっと口半開きで寝ておりますけれども、寒くないのかな、めっちゃ薄着なんですけどね。寒いとなんかぐっすり眠れなかったとかって言うんだけど、それでもね薄着で寝るんですよね。でもね寝てる時はすっごい暑がりで熱々言うから、私が寒いなと思ってても彼は薄着ぐらいがちょうどいいのかななんて思っております。今日はですね、やっとこさ、やっとこさって、
座りのビデオをね撮りまして、旅行中ねビデオどうやってね更新していこうかなとは思っているんですが、まあ少しね余裕持って更新はしたいなと思っておりますので、先週撮ったものはねもう編集してアップロード終わってるので、今日撮ったものもねどんどんとね編集ね進めていこうと思っております。行きかけ始めましたねお父さんね。明日はできればねちょこちょこお買い物に出たくって、今回の宿泊先がキッチンついてるので多分お料理できるんだよね。フライパンとか持ってったら火も使えると思うんですけど、なのでお父さんに食事どうするって聞いたら俺はドギーフードでいいとか言ってたから、もうと思って、もう本当にドギーフード食べてくださいって思ったんで、なので今日特に何も決めなかったんですが、疲れちゃってねやらないかもしれないけど、下味つけたお肉冷凍したりとか、まあお野菜はねそのまま持ってってもいいかなと思うんだけど、で適当に調味料持ってったらね、まあね味ポンとねマヨネーズ最強なのでそれさえあればどうにかなるっていうね、旅行先はちょっとお料理するならねお醤油とかも欲しいけど、まあお野菜食べるとかぐらいだったらねいけると思うんだよね。まあちょこちょこっとちっちゃくね詰め替えて持ってってもいいしと思っているんですけれども、まあそういったねお買い物をしていきたいなと思っていて、まあ特にお野菜やらお肉やらは買わなくても間に合うかなとは思ってるんですけど、まあとにかくいろいろぐるぐるね回っていきたいと思ってます。コスコで洗剤も買いたいし、先週ね買わなかったんだけど、今日水曜日からいつも買ってる洗剤がね月間で安くなるので来週買おうねって言ってたんだけど、そういえば旅行行くから行けないじゃんと思って、で私ね洗濯結構1日にね2回3回ぐらい回すんですよね。もう洗濯狂いなんですけど、私旅行帰ってきた後ね洗濯回せないんじゃないかなっていうぐらいしかも洗剤がないから、行ってきたいなと思っておりますので、とにかく明日はね必要なものお買い物していきたいと思っております。お父さん明日ね飲み会だったんですけど、なくなってランチにね食事会行くことになったみたいなので、まあでも帰宅はそんなに早くないみたいなんですけど、仕事をね追い込まれておりますからいつも。なのでお父さんね明日ねパッキングしてもらっちゃってもいいかなと思ってて、金曜日ね帰ってくるの遅いだろうし、まあとにかく準備ね進めていこうと思っております。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。